足のむくみを解消する5つの運動。むくみにお悩みですか？足がすっきりしなかったり、立っているとすぐ疲れますか？ご安心ください。静脈瘤によるむくみを解消するための短時間でできる5つの運動をご紹介します。 1. 仰向けに寝て、両手は首の下に当てます。足をしっかり伸ばし、そのまま足を上げます。難しければ少し膝を曲げても構いませんが、力を抜かないようにしましょう。5秒間足を上げて静止し、床に戻します。 2. 枕やタオルなど柔らかいものの上に足を乗せます。つま先を伸ばし3秒キープ。そして元に戻します。 3. 足を90度に上げ、足の指でグーをして5秒キープ。そして指を戻します。 4. 仰向きに寝て、手は体の横に置きます。膝を曲げた状態で足を上げ、空中で自転車漕ぎ運動です。 5. 次は椅子にまっすぐ座ります。手は膝の上に置き、順番につま先を上げ、かかとを上げます。次に足を前に伸ばし、指先も伸ばします。以上、むくみ解消のためのストレッチ運動でした。1日3分間の隙間時間に運動すれば、むくみが少しずつ解消されるでしょう。覚えておいてください。このエクササイズの効果をより早く実感するには、食物繊維、カリウム、フラボノイドを含む食事をとることも忘れないでくださいね。